女性グループボル塾が7日放送の MBS、通開。アカシア電子台に出演。アンリが、田辺地下にロマンストーと明かした。写真、田辺地下に LINE 送るイケメン人気俳優アンリは、結成5年目、プライベートで浮いた話が誰一人なかったんですけど、田辺さんに春が来ました。と明かし、拍手が起こる中、アカシアさんまが、ほいで、ほいで。と食いついた。 さらに相手が俳優さんと明かし、驚きの声が上がった。アンリによると、以前にボルジュクと、その俳優でロケをしたところ、俳優が連絡先を交換したいと希望。ロケが終わると、再度、本当にいいですかと頼まれ、ボルジュク史上初めて芸能人と連絡先交換を行ったという。それで終わるだろうと思ったら、田辺さんにだけ誕生日に LINE が届くようになったそうで。 ここ2年ほど誕生日の旅に祝福メッセージと食事の誘いが来ているが、田辺が行きたいけど勇気が出ないと誘いに応じられていなかったという。しかし、俳優がめげずにずっと LINE をくれて、俳優のラジオ番組にも田辺が呼ばれ、食事に誘われたという。照れまくる田辺は相手を聞かれると、あの、鈴木信之さんですと告白。スタジオに大きな、ええー、の声が起こった。 その後、ついに2年越しの焼き鳥やデートが実現し、店を出て散歩も。田辺は、町の人に気づいて欲しかったと嬉しそうに振り返った。田辺が車道側を歩いていると鈴木が、危ないですよ、とかばう一幕もあったそうで、さらに2回目のデートも実現。店を出て別れた後に、帰り道が同じ方向だったことに気づいた田辺が走って鈴木を追いかけ。 かけよると、鈴木が、びっくりしました。僕今頭の中で宇多田ヒカルさんのファーストラブが流れました、と言ったとか。鈴木は、田辺がテレビで話すことも許可してくれたそうで、あ里が、もうこれ恋じゃないですか。今、ここまで来てるんですよ、と盛り上げ、さんまも、恋いや、と声を上げていた。